本日は内藤博太郎プロをお迎えして無謀にも3ホールマッチをやりたいということで多摩ヒルズゴルフコース10番ホールにやってきました。じゃんけんいきます。最初はグーじゃんけんポン勝ちました。内藤博太郎プロのそっくりさんじゃないです、本物です本物です。すげえ、すごすぎる。すごい。すごいね。ツアープロでトッププロの人の球って強烈です。見てて気持ちいいです。なんでドライバーじゃないんだよ。はい、そうです。3番に打てる気です。行きましょう。OK です。まず一ホール負けました。負けるよね。いやしかし内藤博太郎プロとこうやってプレーができるって一緒の組で回れるってことが嬉しいです。本当嬉しいですね、この距離感。1ホール目はもう内藤プロのパーで私負けました、はい。やっぱり何ですかね、こうすごい選手、すごいってどういうことか分かんないけど、そのやっぱオーラだよね。なんかあの偉そうにしてるわけじゃないんだけど、やっぱりゴルフ場で見る内藤博太郎プロっていうのはとっても歩いてるとこう大きく見えますよね。そういうのなんかオーラっていうのかな、そういうオーラにこうなんか圧倒されてるような気がしますけど、まあこれはこれでまあ心地いいもんですよ、はい。139の123ですか、うん、そうだね。ここまあ内藤博太郎プロ139って言ってたけど、139から140でやっぱり下りで15ヤードぐらいはマイナスしてもいいと思うんですよね。
真っすぐ、ピン真っすぐ。ちょっと入ったんじゃないの。いや、見えますね。見える？このぐらいじゃん。ちょっとこのぐらいか。入って出た。このぐらいスタート。あーすごいな、もう本当に実力がこれだけ違う。めちゃくちゃ面白いよね。しかしすごい、なんか今入ったような気がしたけどね。一旦入って出たような。全然、OK もうここでおしまい。試合終了。ありがとうございました。これでいいと思いますよ。本当これは実力ですよ。3ホール挑んだ、挑めただけよかったね、うん、でやってもらっただけありがたいと。はい、ありがとうございました。またいつでも。あ、そうですか。よろしくお願いします。じゃあ次のホールから。すごいよ、内藤プロの、内藤広太郎プロ。これね、あ、ここに打ってバックスピンかかってんのか。いや、こっちからなんか入って一回出たような気がしたけど、ここに落ちてバックスピンだったんだね。ナイスバーディー。またいつでも。本当ですね。じゃあ、はい、また次回お願いします。はい、よろしくお願いします。ちょっと腕を磨いておきます。ナイスバーディーです。ありがとうございます。すごかったな、今の。打ってるの見えなかったからさ、グリーンにさ。どうもありがとうございました。ありがとうございました。これ砕けていいですか。これ俺の方だから。ウルフクラシックじゃない。今日は本当ありがとうございました。もう今をときめく内藤広太郎プロをと一緒に回れたっていうのは本当に嬉しいです。本当一緒に回るっていうのは同じコースに来てるっていうことじゃなくて、同じ組でプレーをするっていうのはこの熱が違うんだよね。じっくり、内藤プロのショットをパッと見させていただいて、まあ本当に私はすごく得した感じでございます。はい、まあ3ホールマッチっていう形でね、ちょっといつもやってるんですけど、もう最初から勝てるわけはねえだろう。失礼しました。ホールインワンになりそうなやつもすごかったですけど、ドライバーがなんか300何十ヤードすごいですね。そうですね、最近なんか、まあ、トレーニングしてるせいかちょっと気温も伸びてきてるんで。トレーニングってどんなことやってるんですか。まあ、今はほとんどもう体幹と下半身メインで。足すごいよね。太もも半端ないですよ、これ。この方は。だからコースに出るとやっぱりこうプロゴルファーっていうのは、ティーグラウンド、ティーグエリア立った時、そしてセカンドで立った時もやっぱり何かこう雰囲気っていうのがパッと光るよね。かっこいいです。はい、だからなんか感動しました。はい、またお付き合いください。ぜひよろしくお願いします。皆さん、内藤広太郎プロ、皆さんが思っていた通りのナイスガイでした。とってもいい人です。今年皆さんみんなで応援しましょう。よろしくお願いします。日本の宝です。ありがとうございます。